トーマス・ゴードンは、アメリカ合衆国、フロリダ州セブリング出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。ニックネームは、フラッシュ。長男は、シアトル・マリナーズに所属するディー・ゴードン。次男は、ミネソタツインズ傘下に所属するニック・ゴードン。1986年に、MLB ドラフト8巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名を受け、プロ入り。 プロ3年目となる1988年にメジャーデビューを果たした。1988年は5試合の当番に止まったが、15.2イニングで18、脱三振を記録。1989年は、先発とリリーフを併用され、17勝を挙げた。その後、1995年までは先発、リリーフどちらもこなす投手として、ロイヤルズで投げ続けた。 1996年からボストンレッドソックスでプレー。1996年は自己最多の34試合に先発し、215.2インニングを投げたが、リーグワーストの134次席点を起死した。1997年も先発投手として起用されたが、シーズン途中にクローザーのヒース・クリフ・スローカムのトレード遺跡に伴い、 ジミー・ウィリアムズ監督はゴードンをクローザーとして起用することに。8月20日にシーズン初セーブを記録してから閉幕までに11セーブを記録。1998年にはオールスターに初選出を果たし46セーブを記録し最多セーブのタイトルを獲得。9月24日には4月19日からの42試合連続セーブで、 トレバー・ホフマンとロッドベックのメジャー記録を更新。その後、連続セーブ記録は1999年5月31日にかけて54まで伸ばした。しかし、1999年は肘の故障で21試合にしか登板できず、シーズン終了後の12月にトミー・ジョン手術を受けた。2000年は1試合も登板せずにシーズンを終え、シカゴ・カブスへ移籍。 カブス及びヒューストンアストロズでプレーしていた時期は故障の影響などで満足な成績を上げることができなかったが2003年にシカゴホワイトソックスに移ってからは復活7月12日には史上14人目の100勝100セーブを達成同年オフに FA となり12月23日にニューヨークヤンキースへ2年契約で移籍2004年は開幕から 前年オフに加入したポールク・クアントリルと共に、マリアのリベラへつなぐセットアッパーとして活躍。自己最高の80試合に登板。2005年もリベラへのセットアッパーとして79試合に登板。同年オフに FA となり、12月1日にビリー・ワグナーの後釜を探していたフィラデルフィア・フィリーズへ3連戦800万ドルで移籍。2006年は前半戦で21セーブ。 防御率2.17を上げる活躍を見せ、オールスターに選出された。しかし、7月下旬に2試合連続で、被弾、8月半ばには、右肩痛のために故障者リスト入りを余儀なくされた。ゴードン不在の間は、マリナーズアスレチックス時代に、クローザー経験のあったアーサーローズが代役を務めた、ものの、2連続で、セーブに失敗するなど、安定感を欠いた。 2007年は右肩痛に悩まされ、開幕からの11セーブ機会中5度失敗と制裁を書き、先発投手のブレッド・マイヤーズがクローザーに転向したため、自身はセットアッパーに降格となった。その後、右肩の状態が悪化し、5月から7月中旬まで DL 入りと長期離脱を余儀なくされてしまう。2008年は、 MLB 史上初となる100勝100セーブ100ホールドを記録した。2009年2月6日、アリゾナダイヤモンドバックスと1年契約。しかしほとんどの期間を故障者リストで過ごし、8月11日にダイヤモンドバックスから解雇された。ありがとうございます。